今回はボッチザロックの山田亮さん、弱点がないに対するみんなの反応をご紹介します。このチャンネルではトレンドのアニメに関する感想や考察など皆さんの反応をまとめています。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。可愛いだけの女、一周回ってまともだよな。何周してもクステーキ、原作最新話の山田ええよな。山田可愛いよ、強そうで強くない、ちょっと強いクソ雑魚よな。お金にルーズなとこ以外がちで欠点ない。ぼっちが一緒にいて安心できるのは山田やからな。完璧すぎるとつまらないから、ちょっとクズなくらいがちょうどいい。山田ヘタレ概念好き。ミキホンマ頼むわ、山田の評価爆上げやぞ。ぼっちの一番の理解者、ミキの範囲はボリョウが人気出るんだよな。ボリョウのボケコンビがボザロのギャグ真骨頂やからな。一気のノリで作ってくれればだれることはないと思う。ボリョウは兄貴と射程感出てるのが好き。山田成分をもっと補給したい。江ノ島山田すこ、浜地の擬人化。山田の存在自体が少ないけど深く刺さるキャラだよな。音楽にかける情熱みたいなものを一番感じるキャラやし、音楽好きには刺さるキャラなんやないかと思う。ボリョウはガチ、これだけははっきり言える。顔がいいだけで全て許されてるクズ。でも一人クビにしろって言われたら真っ先に山田だよね。作曲者消えたら終わりやろ。ニジカちゃんやろ、ドラムはいなくても困らん。ドラムは替えが聞きにくいやろ。スタジオもチポニュ教のニジカ首はありえん。ニジカちゃんって結束バンドの本体やろ、抜けたら全員バラバラになるわ。ボッチと山田は別のやつと組まされてメジャーデビューしそうや。皆さんはボッチザロックの山田亮さん、弱点がないについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。